いうとこ行こうと思って、うん、水飛び込みたい。ジャングルやんこれ。俺らは全あ大丈夫せやろ。なんか乗ってるもんのレベルがうんちょっと待って、これはやばい。インパクト持ってきといてよかったな、うん、よく使うな。行きましょうか。はい、お願いします。ほんま、ちょっと後半の出てくる速さ、過去一やったかもしれん。いや、もう異常。やったらすぐ出てきたもんな。顔でバレたんかな。いや、そんなこと。どうせこいつら。ニラ豚と鳥天やろ。あれやな、メジャーなやつ頼んだからっていうのはあるかもしれんな。ちょっと最近暑いからさ、うん、次涼みに行けるとこ行こうと思って、うん、水飛び込みたい。そうしようか。あ、すごい川だ。いい感じやん。夏やね。もう確かにこの暑さはもう8月は夏か。うん、ど真ん中さ。今からどこに行くんですか？富士河内渓谷。次から何が落ちてる？何やろ？何が落ちたかな？こうやってしっかりさ中止めてはいるけど、大きな揺れの時は落ちるもんな。落ちる。なんか本来、うん、なんか旅って感じの旅はなんかこうじゃらじゃらいろんなもんつるしてたりするイメージやから、じゃらじゃらしとってねんけどな。うんうんうん、確かに。すげえ、めっちゃ水流れてる。これちっちゃ滝多いな。ちっちゃ滝多い。おお、すげえ。浴びる？浴びる？いや、まだそこ次ってかゴールのとこで。ゴールで浴びんの？駐車場と。こっから歩くんかな。携帯電話が通じません。滝に打たれられます。もう涼しいわ。寒くなってきた。何これ。ゴール教えてほしいな。どこ？看板あった。看板あった。こっちが思い出橋っていう看板や。せやん。マジで。でも道はあるけど。ジャングルやんこれ。探検隊になっちゃうんだ。間違えたな。ある？道があったら進まないかもしれないな。もっとなんかでも先入ったりできるとこ書いとったらどこやったら先のどこかな。先のどこ？あれ？なんかこれでもなんかもう違う気がする。帰りよ。なんか降りていきよう。果てしないなこれ。もうちょっと降りるか。あ、階段ある。おい、思い出橋。看板や思ったら思い出橋。やめて。お、この子こんな黒いヤモリかトカゲか見たことないもん。あ、全然おらへん。めっちゃ遠い。この時見んかった？せやろ、その車の道出てきた。車に通ったとこや。待って、どういうこと？普通に車道出てきてもた。やっぱだから俺らは全あ、大丈夫？ちょっと待って、嘘やろ。ちょっと待って、びっくりした。大丈夫？吸ってない？足吸ってないけど。映ってないんやったらおもろい。消えた消えた。どこから入ったん？第一駐車場からやから下しか行ってない。あ、上があるんや。この全部の観光スポットを通り過ぎて、観光スポットどこやねんってずっと俺ら言うて歩いとってほんでこの仕打ちで水落ちたちゃんと看板見てなかったから悪いんか。そうね、まあでも楽しかったけど、うん、いい。そこでついでに足洗い。足汚しに行っただけ水休憩しようここで、うん。戻ってきた。今ここでここから上行くってことやんか。最後の12番が100分。11番の沢滑りスポット50分。でも35分。打てるとこな。行けそう。行こう。うわー気持ちいい。これめっちゃ気持ちいい。靴下で入った。おしゃれやわー。行くしかないのか。ここ怖っ。そこ普通に怖ない？めっちゃ怖かったここがゴール？これかな？これか。結構辛かったかもしれん。結構辛かった。なんだ？もう途中無言ほんまに行くんかっていう二人で思いながら怖っ。この先これこっちちゃう。まだありがとうございました。これはシンプルに暗なったら危ない。戻ってきた。とりあえず釣られた。いますか。お願いします。達成感がすごい。達成感やばいな。何も達成してないのにここから佐伯市の方まで、うん、お風呂もしまっても遠から、まあ、明日しようか。そうやな、起きてすぐ入りに行ったらいいか。うん、今日はちょっとくたびれた。うん、疲れたな。寝たい。やっと。え、やっと。寝ます。山で足疲れた。おやすみ。体が疲れてた。ありがとうございました。はい。さっきお風呂行くじゃん。はい。でもお腹も空いたし。あ、お腹空いた？ちょっと空いた。じゃあ食べよっか。はい、出たら返却お願いします。天ぷらの匂いする。あ、本当や。ヒノキの匂いもいいな。ヒノキの匂いか。広いね。うん。まあ。うん。いいよ。はい、失礼します。すみません、お風呂上がりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだランチというか海鮮丼ってやってました。はいはい、まだ食べれますよ。お二人ですね。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、できよかった。無糖分にすんだね。ありがとう。すごい。すぐそば海や。海鮮丼にしよう。海鮮丼やな。うん。海鮮丼を2つお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。すげえめちゃいっぱい。いっぱいや。すごい。ちょっと待って、これはやばい。今までで見たら多分なんか乗ってるもんのレベルが。うん。カニ？これカニもおる。待って、これエビやろ？イクラとかこの辺のお刺身もあるし。ホタテ。あ、それ何？ホタテ？それ何？なんか揚げたやつ。揚げたやつ。で、この見てここがこの下までぎっしり入っとる。やばいなこれ。え、これ1200円は。いただきます。いただきます。いいなこれは。すごい。おお。うん。プリプリ。いただきます。いただきます。うん。エビマヨや。これが。エビマヨや。エビのっけてもまだ下にめっちゃあるで。わお。ぎっしり入れてくれと。うわすげえ。うわすげえ。どう食うたらええのもうもはやほんまにこれは地元の人食べに来るな。うん、だってこんな天気悪い日やのにさ1時間待ちとかともね。うん、そんな半分以上食べたけど丼にだし汁をかけると佐伯の郷土料理初飯としていただきます。お魚。うわ、めっちゃちゃんと出しやん。贅沢ちゃうって。いきます。これにたくあんのっけたら絶対うまい。うん。初めて優しい味になるね。うん。ごちそうさまでした。残ったこれが贅沢やもんな残ってるこれですら贅沢。確かに。はい、ごちそうさまでした。激うまでした。あ、ごめん、ありがとう。ありがとう。